アキラッチのスカッと皇室、東大への野望、南朝やはり濃厚、秋篠宮の悩み、青年式の行方。はい、どうもガチです。女性自身に悠仁様のことが書かれてましたね。悠仁様は9月6日に18歳になるわけですね。男子皇族としては39年ぶりの成年皇族ですけども、進学先に関してばかり注目が集まっているわけですね。8月25日には牧島豪斎とね、悠仁様が京都を訪問して第27回国際昆虫会議の開会式に臨席されたわけですね。まあ、そしてね、翌日の26日には悠仁様の共同研究の結果がポスター発表されたわけですね。でもね、ポスター発表に関しては清志拓也氏が発表して、悠仁様に関してはその場に臨まれることなく開会式の後にとんぼ返りしたわけですね。まあ、一応ね、研究者から話とかを聞いたりとかありましたけども、その日のうちに書いたわけですね。世界中の昆虫学者と交流できる絶好の機会でしたけども、まあ、中途半端にもね、移るご参加ってことですね。わざわざ京都まで来てからその日のうちにね、書いたわけですね。だからね、やはりまあ東京大学の学校推薦型選抜の実績作りに過ぎなかったんじゃないかっていう声が強まったわけですね。まあ確かにね、国際的な昆虫学者との交流に関しては学問を深めるための貴重な機会だったわけですね。まあこれをね、逃した悠仁様に本当にまあ学問に対する意欲があるのか疑問が残りますよね。まあ悠仁様にね、興味がありそうな研究者を集められましたけども、自分の研究の話はしてないし、まあ、交流する気がゼロですよね。せっかく世界の昆虫学者と意見交換とか新しい知見を得るチャンスでしたけども、自ら放棄したわけですね。まあこれだったらね、学問の意欲がないとしか思えませんよね。他の研究者たちは自分の研究をアピールして世界とつながるために研究発表してるわけですね。それなのにね、悠仁様に関しては京都まで来て自分のポスター発表には参加せずにとんぼ返りですからね。自分の研究を磨くために熱心に交流すればいいんですけども、悠仁様に興味がありそうな研究者がたくさんね、集められてほぼ沈黙でしたよね。学問の世界で成功するには他の研究者との交流と学びの姿勢が欠かせませんよね。国際学会っていう重要な場で、途中退席と見られても仕方がないですよね。そういったね、姿勢に関しては学問だけじゃなくて皇族としての責任感に関しても疑われますよね。まあどう見ても東大へ推薦への実績作りって感じがしますからね。実際にね、東大のホームページとかでも東大農学部の推薦の募集要項が発表されていて、怪しい文言があったわけですね。東大のね、推薦入試での学生募集要項によったら、農学部が求める書類資料の一つとして活動実績等の資料と記載してるわけですね。その例がね、いくつか挙げられてましたけども、インターンシップとかボランティアとか農業実体験とか国際会議への参加等の活動を証明する資料ですね。まあこの国際会議への参加等っていうのがね、引っかかりますよね。この国際会議への参加っていう文言に関しては農学部の募集要項のみにしか載ってないようです。だからね、まあ、今回の国際昆虫会議の参加がまさに実績ですよね。しかもね、まあ、単なる参加じゃなくて国際昆虫会議側からね、まあ、ぜひ来てくれませんかっていう申し出で、まあ、昆虫界のエキスパートとして招待されたわけですね。他の学生に関してはいくらね、東大の推薦といってもなかなかまあ国際会議への参加なんて実績を作るのは難しいですよね。まあ科学オリンピックとかあの辺だったら日本で賞を取ったら国際会議とかに出れるかもしれませんけども、なかなかそういったね、実績に関しては難しいですよね。しかも招待があってから来たわけですけども、普通ね、まあ、招待する側としてもポスター発表があるわけだから、ポスター発表の日に来てくれみたいな感じでなるんでしょうけども、ポスター発表の日に関しては来なくて開会式に出席って感じで、普通はね、まあ、招待されたら仲間発表するんだったらわかりますけども、研究者から話を聞いただけですからね。しかも招待した国際昆虫会議側がね、わざわざね、悠仁様のために用意された、悠仁様がね、興味がありそうなポスター発表ばかりが集められた展示会場が特別に用意されたわけですね。悠仁様のためだけの展示会場が用意されたわけですね。そしてね、研究者も悠仁様に説明するためだけに呼ばれたわけですね。で、まあ話を聞くだけで実績ってことですね。まあこれもね、農学部限定で国際会議に参加っていうね、そういったのが募集要項にあるわけですね。まあ参加するだけでね、実績で、国際会議でね、発表だったら分かりますけども、参加が実績ですからね。悠仁様がね、これまで特別入園制度でお茶の水幼稚園に入園してから、定型校進学制度で筑府に入学をしたわけですね。まあそしてね、この受験戦略を指揮されているのは紀子様だと伺っているんですね。だからね、悠仁様の成績に注目が集まっているわけですね。
8月8日発売の週刊文春でも、筑府で異例の成績、日差し様の真実というタイトルの特集記事が出て、筑府高校関係者の証言とかも出たわけですね。生物を除いては文系科目も理数系科目も成績が伸び悩んでおられると報じられたわけですね。さらにそこから女性自身が取材したわけですね。そうした日差し様のクラスでの授業を受け持った教諭は、質問されても日差し様はお答えになれず硬直されてしまわれたと話しているようですね。まあ普通に考えたらね、偏差値42で行ける中学校から偏差値77の高校に3人も定型校進学制度でね進学したら、それはねついていけませんよね。ただね、筑府の教授に関しても、日差し様が偏差値42の学校から来てね、バカなことぐらいはしてるだろうし、普通はね日差し様に質問とかしませんよね。ただね、日差し様に関しては教師にも聞かされていないことに関しては結構あるでしょうね。だからまあ日差し様はバカだから質問しないようにと言われたとしますよね。でもね、いくらバカでも分かる質問はありますよね。例えばね、英語の授業だったとして、あなたの名前は何ですかとね、まあ、簡単な英語とかで聞いたとしますよね。What is your name? って感じでね、簡単な英語で聞いたとしたら、まあこれだったらね、いくらバカでも分かるだろうってことで聞いたつもりが、日差し様が硬直したわけですね。まあさすがにね、日差し様も自分の名前ぐらいは言えると思いますよね。さすがにまあこれに関しては答えれると思って聞いたかもしれませんね。でも例えばね、久志様が難聴であれば答えられないんじゃなくて、質問してるかどうかが分かんないわけですね。国際昆虫会議で久志様は牧瀬様のね表情の真似ばっかりしてましたよね。挨拶にしても笑顔にしても牧瀬様にね、まあ、釣られる感じでやってましたよね。だからまあ言葉が聞こえないから真似してた可能性があるわけですね。もしかすると久志様の部下として定型校進学制度で入ってきた同級生は、牧瀬様のね役割とかをしてるのかもしれませんね。同級生が授業を聞いている時にオーバーアクションに反応して、その様子を見てね真似する感じで、日差し様が聞こえているふりをして同級生の真似をして反応しているかもしれませんね。よくまあ日差し様が立ち位置を気にするシーンがありますけども、あれはね普通だったら言葉でもっとあっち行ってとか言いますよね。でもね、まあ、手で指してもっとこっちとか、そういった仕草だけで言葉は喋りますよね。まあ、いくらね仲が悪い家族でも指でね指しながらもっとあっちとかね、何かしらまあ喋りますよね。それがね、何も喋らずに手だけ動かして口を動かさないのはやはりねおかしいですよね。まあこういった行動についてチャット GPT に聞いてみました。まあこういう形でね、どういうことが考えられるか聞いてみたわけですね。そうするとね、高校生が親に対して声に出さずに指だけで指示を出して、親がそれに従うケースとして、まずね親子間の暗黙の了解が考えられるわけですね。これはね、親子が長い間一緒に生活をしてきた中で、特定の動作とかジェスチャーが何を意味するか、お互いにね、理解している場合があるわけですね。それかね、図書館とか静かな場所だから声を出さずにとかね、まあ、そういうケースあるんでしょうけども、まあ、今回のケースはそういうケースじゃね、ないですよね。他にもね、親が指示に従うことに慣れている場合っていうのも、ちょっとまあ違う感じがしますよね。まあそしてね、親子のコミュニケーションがあまり円滑でない場合っていうことで、まあ言葉でのね、コミュニケーションが不足している親子関係では、非言語的な指示とかジェスチャーが多くなることがあるってことですね。他にもね、視覚的に分かりやすい場合で、もしね、何かの位置とか方向を指す場合に、具体的に指示を出す必要がない場合とかにも使うわけですね。まあこのコミュニケーション不足か聴覚障害の可能性が高いですよね。こういう形でね、いろいろとまあ聞いてみましたけども、まあ、緊急事態でもないしね、サプライズとかね、予定外とか、まあそういう感じでもないし、まあ、非言語的なね、コミュニケーションが普段ない場合ということで、まあこれもね、まあどうかと思うし、やはりね、まあ、聴覚障害だったら、そういうケースはあるんちゃうかとですね。それでまあ聞いてみたわけですね。まあ紀子様に関しては驚かれてましたけども、メディアでの撮影中っていう特定の状況下だから驚いた可能性がありますよね。まあ、日常的なね、コミュニケーションの手段として、ジェスチャーとしてね、まあ、使ってるけども、特定の状況下では、親がその指示を受けて驚くこともあるということで、まあ、普段はね、驚かないんでしょうけども、メディアが入ってるからなったのか、まあ、普段のね、日常生活では立ち位置とか気にしませんからね。それも、久志様と一緒にね、公務とかすることも少ないでしょうし、まあ、秋山郷さんに関してもね、そういった状況に関しては慣れてないかもしれませんね。まあ、ただね、まあ、コミュニケーションが少ないからっていうのはあるでしょうけどね。なかなかまあ言葉を使わずに立ち位置を指示されるってことは、やはりまあ普段のコミュニケーションがうまくいっているとは思いませんからね。そしてね、まあ、聴覚障害だったら英語以外の授業とかでも教師からこれぐらいね簡単な質問だったら、まあ、誰でもね答えられるかなって感じで、まあ、そういったね小学生低学年レベルの質問をした可能性がありますよね。でも教師はね、久志様が聴覚障害と聞かされてなくて、ただのねバカだから当てないでと言われていたら、まあ、これぐらいはね分かるかなってことで質問とかはするかもしれませんね。まあ、ただね、久志様の報道に関しては持ち上げばかりで無理に持ち上げてますよね。
でも実際には国際昆虫会議の質問とかでも学力があるような発言とかはなかったですよね。まあ、学力がねあるっていうか、アクセン様からね、ここにまあ鍵があってみたいな感じで言われて、ヒサチ様が買わなきゃいけないんじゃないって感じでちょっとまあドン引きするような発言とかもありましたよね。まあ、あの辺の発言記事でも、まあ、どう考えても賢くはないですからね。小田部教授に関しても将来の天皇に求められるのは徳であって学歴ではないと指摘をしてきたわけですね。でもね、牧師の御祭の振る舞いとかからは久志様のご神格のための実績作りじゃないかってことで指摘やるわけですね。牧師の御祭がね、久志様の神格のために過剰な協力をして久志様に対する国民の共感に悪影響を及ぼしてしまうことを認識されるべきだとですね。まあ、久志様の、ね、神格に注力されるのは紀子様ってことで、なぜね暴走とも言われかねないご姿勢を崩そうとされないのかとですね。まあ、ちなみにね、宮内庁関係者の話として久志様と学者たちとの共同論文発表とか、ご家族での国際的な学会へのご参加とね、まあ、明らかな実績作りで批判があるのに、そうした手段に固執をし続けるのはね、紀子様が上皇后妻との秘密の約束を心の拠り所とされているためだと思われるところですね。まあ、眞子さんと佳子様に続く第三子のご管理にあたって、まあ、上皇后妻のご許可があったとされているところですね。2006年2月8日の朝日新聞で久志様ご誕生にまつわる牧師様の、ね、言葉が報じられているわけですね。まあ、東宮様の方に遠慮してたけども、もうそろそろいいよっていうねお許しがあったんで、まあ、子供ね作ったということで、まあ、これはね牧師様が親しい人に漏らした話ですね。まあ、そしてね、2003年12月に当時の湯浅宮内庁長官が記者会見で皇室の繁栄を考えると牧師様ご夫妻にね、まあ、3人目を強く希望したいと述べた後のことだったとですね。まあ、このねお許しっていうのは上皇ご夫妻からですね。上皇ご夫妻と牧師様ご夫妻が話し合われたのは20年ほど前ですね。まあ、当時はね、小泉政権下で女性女系天皇を認める方向での皇室典範改正が議論されてましたけども、まあ、愛子さまね、まだ幼くて今ほど女性天皇誕生を望む声が強かったわけではないですね。だからね、上皇ご夫妻は牧師様ご夫妻へ男子が誕生すれば男系による皇位継承も維持できるっていう意向を示したんでしょうとですね。まあ、ただね、まあ、これに関してはそもそもね、愛子様の後に子供がね生まれなくても牧師家としても女の子2人ではなくなってしまうわけですね。だからまあ天皇に、ね、なる以前の問題として男の子は必要だったわけですね。牧師家としてはスペアとしてもそうだし、牧師家をね男の子をね産まなければ宮家が消滅するわけですね。だからまあそういった意味でも男の子は産まなければいけなかったわけですね。ただね、まあ、その間に佳子様を産んでからだいぶね空きましたからね。それでもタイミング的にも3人目を強く希望ってことでその後ですからね。だからまあお許しがあってっていうのもまあどうかと思いますけどね。お許しがなければ牧島家をね、まあ、潰せっていう上皇ご夫妻からの命令ってことですからね。まあこれもねよくわかんないですね。だからまあ天皇家に愛子様が女性じゃなくて男の子でも牧島家としては男の子が必要だったわけですね。まあ、ただね、紀子様にとっては上皇ご夫妻から皇室の将来を託されたっていう感動は天皇となるべくして生まれた久志様のご神格への、まあ、強い使命感となって国民から批判されても強行したいですね。だからね、久志様としたらご誕生前から宿命を背負われてご両親と国民の狭間で応納されているということで、まあ、悩んでね、もだいていると書かれてましたね。まあ、ちなみにね、日刊現代の方でもね、久志様の大学進学先について書かれてましたね。牧島家とね、宮内庁がギクシャクしているということで、まあ、宮内庁 OB の解説として久志様が目指す東大とか筑波大の推薦入試を目前にしながら両者は意思疎通が図れてないですね。まあ、意思疎通がね図れてないのは今に始まったことではないですけどね。久志様は9月6日が誕生日だからもうじきね18歳ですね。そしてね、2年前に民法が改正されて18歳で成年となる最初の皇族ですね。男性皇族の場合は天皇が冠を授ける成年式を行うわけですね。金城天皇も牧師様もね、20歳の誕生日当日に式に臨んだわけですね。でもね、久志様の成年式に関しては高校卒業後にするけども、はっきりとした時期に関しては決まってないわけですね。まあそもそもね、高校生で成年を迎えるのは初めてのケースですね。宮内庁の吉田公職大夫に関しては進学に向けての勉学に励まれる大切な時期だから成年式は高校卒業後にすると発表したわけですね。さらにその日程に関してはまだ決まってないわけですね。だがまあ進んでるのは式に使われる冠の制作で費用が約ね258万ですね。まあ、皇族の定番コースの学習院を久志様が避けられてから宮内庁としては今までの経験が一切役に立たなくなってしまったわけですね。だからね、牧島家とのコミュニケーションがより重要になってきますけども、それがね思うようにできてないわけですね。そしてまあその原因の一つが牧島様のね、まあ、関与の少なさってことですね。学校選びから宮内庁への注文まで紀子様任せになっているところですね。ただまあこれに関してはね、ちょっとまあおかしいですけどね。
アクシャン様もねめちゃくちゃ関与してますよね。玉川大学の小野教授に関してはアクシャン様とね久志様が玉川大学を視察をするときに案内した人ですね。そしてね国際昆虫会議の委員長でトップが玉川大学の小野教授ですね。そしてねアクシャン合成をね開会式に招待とか久志様のポスター発表に関してもそうだしゼブズブの関係ですよね。さらにねアクシャン様がね名誉総裁している日本水大賞で今年の大賞は玉川学園の産後研究部ですね。もうこれもねズブズブですよね。しかもね講演が読売新聞ですね。読売新聞が講演で玉川学園は玉川大学を運営しているところですね。もうこの辺がねズブズブですね。ちなみにね久志様が幼い頃に関してはたびたび皇居を訪れて上皇様と会って将来の天皇としての意識を植え付けようとしていたようですね。でもねこれまで通ったお茶の水とかね筑波大附属高校といった難関の高校に行かせたいといった意識はアクシャン様にはねなくて本人の自主性とか紀子様に委ねてきたわけですね。まあ、出過ぎたパフォーマンスを嫌うアクシャン様ですけどもかつては違ったってことで皇太子当時の兄の金城天皇について言及することもあって20年前金城天皇が記者会見で政子の人格を否定するような動きがあったと述べた時に、まあ、上皇様と相談した上で話すべきだったと言ったわけですね。アクシャン様がね兄公の会見で批判したわけですね。ただまあその時にね反響があったようですね。でもアクシャン様に関してもねさすがにまあ批判されたようですね。でもアクシャン様に関してはそれ以降は自分の考えを発言する機会は減っていったようですね。まあ、ただね出過ぎたパフォーマンスを嫌うアクシャン様ってね言う割には玉川大学の小野教授との関係に関しては出過ぎたパフォーマンスですよね。ただね現在のアクシャン様は自分の殻に閉じこもっているように映るとですね、まあ、出過ぎたパフォーマンスをしまくっているイメージですけども、まあ、これでもね殻に閉じこもっているようですね。眞子さんと小室圭の婚約以降に発覚をしたトラブルのショックがあまりに大きくて本音を口にされることもほとんどなくなったとですね。だからね久志様についてはなおさら会見で大学に関する質問があっても本人が何をしたいかが一番大事と語るだけとですね。秋田様がね宮内庁にも本当の気持ちを打ち明ける相手がおらず様々な準備が滞っているとですね。まあ、確かにね宮内庁と連携していく大学が決まっていたら大学側とも警備の問題がありますからね。ただね東大側に関しては駒場キャンパスの講義棟が新設される工事が行われてますよね。しかもそれがね来年3月に完成予定でまさにね久志様の入学に合わせて 1,2 年生が主に使う駒場キャンパスに新設されるわけですね。まあ本来はね吉田公職大部が相談相手に、ね、なるべきですけども紀子様に対してもそうだしね相談相手になってないようですね。まあそもそもね東大に行ってもそれだけの学力があると思われていたら炎上しませんけどね。だからまあ国民からそれだけの学力がないと思われていてそれでもね強行で行こうとしているのが一番の問題ですよね。多くの国民から久志様はバカだと思われているわけですね。本当に久志様がね学力があるんだったら岐阜の総文祭とかはチャンスでしたよね。嘘でもいいからね賢い証拠とかを見せるためにそこで質問とか回答とかも考えてあげれば賢い設定ができましたよね。国際昆虫会議でもそうですよね。まあそういったところに関してはズルは考えてないところがバカですよね。まあ、ズルはそこでやれよって話ですよね。まあそこまで頭が回らなかったんですかね。受験生に関してはこの夏は必死にね受験勉強で頑張ってましたけども、まあ、全然ね勉強とかを頑張ってる感じが伝わってこなかったしね、まあ、賢さどころかバカ丸出しの質問ばかり繰り返しましたよね。まあ、お願いだからね白付けの質問とかも用意してからね、まあ、それ久志様に覚えさせてと言いたいですよね。白付けの質問に関しても覚えることができないんですかね。愛子様に関しては青年会見から優秀なのが伝わってきましたよね。公務とかでも相手がびっくりするような知識とかも披露してましたよね。まあ、愛子様に関しては賢すぎて対応する案内役が専門家なのに私よりね詳しかったらどうしようって感じで、まあ、逆にねプレッシャーとかになるかもしれませんけども久志様に関してはバカすぎて相手が気を使ってる感じがしますよね。それにね久志様に関しては相手を傷つける質問ばかりしてるのに相手は皇族だから、まあ、気を使って褒めなければいけないっていうプレッシャーとかを常にね与えてますよね。まあ、真逆の対応ですね。宮内庁に関しても問題ですけどもメディアも大問題ですね。まあ、この辺はね報道統制せずにリアルな久志様を報道してほしいですね。久志様の優秀設定に関してはある意味ね今後の久志様を苦しめていることになりますからね。まあ、それにしてもねやはりまあ悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が対処に対応されていますか。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。概要欄に Amazon アソシエイトリンクを貼っているんで何かお買い物をするときにこのリンクから飛んで好きなものを買い物してもらえると僕に少し紹介料が入るんで嬉しいです。またねメンバーシップでも定期的にどんな商品が購入されたかも発表しようと思います。誰がね購入したとかそういったことは分からないんで安心してください。
皆さんのサポートがこのチャンネルの成長に大きく貢献するのでよろしくお願いします。またね、チャンネル登録もまだの人は登録お願いします。